ねえねえ、今日は屋上行かない？お日様いい感じだし、そろそろ風も暖かくなってきたし。お前たまにはいいこと言うな。常に賛成。外で食べるお弁当美味しいよね。ちょっと総一、あんたその意味のない時にヘラヘラ笑う癖やめなさいよ。気持ち悪くてしょうがないよ。できるだけ噛み殺していたつもりだが、バレてたか。さつきちゃん、そういうのよく気がつくよね。私、全然わからなかったよ。総一くん、大丈夫だよ。いや、ゆかりにバレなきゃいいってもんでもないだろう。注意するぜ。珍しく素直じゃん。こう見えても地球一のナイスガイを目指してるからな。小さな欠点でもどしどし直す。いい心がけだね。地球一ねえ。お前こそそのムカつく目つきはやめろってんだよ。せっかくの。何？せっかくの美人が？せっかくの美少女が？せっかくの可愛い顔が台無し？台無し？台無し？必要以上に迫るな。んなこと一言も言ってねえだろ。せっかくってと、その後はこれしかないでしょう。これ、せっかくだから言ってみ。せっかくだから。違うっつってんだろ。なんだ、そうそう、せっかくの昼飯がまずくなる。まったく、そういうごまかしだけは地球一狙えるんだから。やかましい。まずいものあったら言ってね、遠慮なく。そんなことないよ、全然。どれもこれも美味しいです。ケチをつけるとするなら、何？いや、ケチってわけじゃないんだが、さつき、お前漬物苦手だろ。ドキッ。ああ、そういえばさつきちゃんのお弁当にはいつもあんまりお漬物の姿が見えないね。このしば漬けだって売り物じゃねえか。パセリも自家栽培するお前らしくない。あっちゃー、いつかバレるとは思ってたんだけど。あたしさ、どうもやっぱり洋食向きみたいで、お漬物苦手なのよ。特にぬか漬けは。洋食にもピクルスとかザワークラフトとかいろいろあるだろ。ぬか漬けのめんどくささに比べりゃ全然。あれ毎日面倒見なきゃなんないから。あとね、あれやっぱりお袋の味だから、うまいって言わせるのは難しいね。なんださつき、お前らしくもね。そんな消極的でどうすんだ。ここは一発、俺やゆかりをひっくり返らせるような、そう、あたしの味がお袋の味ってなやつをガツンと持ってこなきゃダメだろう。まあそうなんだけど。わかった、頑張る。また今度ね。今度っていつだ？明後日ぐらいか。バカ、あれだから、ぬか床安定するまでに新品からだと3ヶ月ぐらいかかるの。
んな簡単なもんじゃありません。とかなんとか言って、さつきちゃんのことだからこっそり仕込んであるとか。あ、図星だ図星、持ってこい。それでいいから明日持ってこい。そんなことないわよ、全然。そんなのまだ全然。まだ？とにかくいや、黙って待ってろ。待てと言われると今すぐ食いたくなるじゃねえか。食わせろ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 。やだやだやだ。いい。総一くん、さつきちゃん。そんな魔法使いみたいなことできるわけねえだろ。そもそもあんたが変なこと言い出すから。お前が素直に言うこと聞かねえからだろ。何よ。あんだと。愚か者め、毎度その手に引っかかるか。話というわけにはいかんな。総一くん、暴力はダメだよ。心配するなゆかり、暴力など使わん。何よ、またなんか変なこと企んでるんじゃないでしょうね。
総一くん。なんだゆかり、俺は今猛烈に忙しい。みっともないよ。作戦は勝つ作戦が良い作戦だ。俺はただただただ勝利が欲しい。美しく負けることを恐れないのが総一くんの美学だったはずだよ。そんな自己陶酔か、那須総一は死んだ。 I play to win。 チュー。泣いても叫んでもここには誰もおらぬわ。私がいます。ゆかり、お願い代わって。ごめん、さつきちゃん。私もうちょっとロマンティックなのがいいかな。そういう問題か。ん？じゃあゆかり、シチューがロマンティックなら相手は俺でも？すごくロマンティックならそれでもいいかな。おお、そりゃいいこと聞いたな。どうだろう、青い月夜とか。星明かり、月明かりの下で見つめ合う恋人同士。やがてお互いの距離が近くなり。あ、総一くん、その時はチューとか言っちゃダメだよ。もちろんだ、俺は本気の時はマジだぜ。いいな、いいな、そういう素敵ロマンティック。いいね、相手がゆかりならなおさら。お世辞ばっかり。お世辞なもんか。ねえ、ほったらかし？私はほったらかし？と。か。引っかかったな小娘。ゆかり、あんたグル？あ、利用されちゃいました。たぬき。離せ、この変態魔人。任務のため仕方なくなどと無粋なことは言わぬ。せいぜい楽しませてもらおう。何言ってんのか全然わかんない。総一くん、入り込みすぎ。くらえ、必殺。何が？
姉ちゃんをいじめる悪人をこの私が許さーぬ。貴様、何やつ。さつき、妹。なるほど、貴様がこの悪の女幹部ゾルドルゲバゲバの妹というわけか。え、お姉ちゃん、悪の組織に就職したの？するか。ちょっとフミ、ちょっと降りてきなさい。あんたやりすぎ。このバカがもっとバカになったらどうするの？お前常に失礼なやつだな。人を悪の女幹部扱いする人に言われたかないわよ。だってだって、お姉ちゃんすごいピンチだったよ。ちそこがあんたの修行の足りないとこ。もう10センチで股間に。いいから降りてきなさい。お姉ちゃんも一緒に謝ってあげるから、このアホに一応謝ろう。はーい。なんだ、お前意外といいお姉ちゃんだな。教育的配慮もあるじゃねえか。誰がアホか。じゃないの？どうだ、降りればいい。そのまま降りればパンツ丸見えじゃ。あんたほんと本気になると力いっぱいアホね。総一くん、総一くんってば。ムハハハ、小悪人め、そんな攻撃には負けん。三重県熊野市出身、八重桜部屋。正真正銘、ザ・田舎者。スケベ怪人破れたーり。と。お姉ちゃん、紹介紹介。こいつ、ふみつき、私の妹。はじめまして、湯浅ふみつきです。ああ、俺は夏総一。こっちは伏見ゆかりです。はじめまして、ふみつきちゃん。おお、二人とも噂は金だね。どうせろくでもない噂しかしてねえだろ、この姉貴は。はい。
違うよ。こら、海月、そんなことよりちゃんと謝りなさい。総一でなきゃ怪我してるよこれ。ごめんなさい。いいさ、もう死んでないしね。うわぁ、そういった優しい。ああ、俺は優しいぜ。さすがお姉ちゃんの彼氏。そりゃなんたって、俺はサツキの彼氏だからな。はい。間近で見てるだろ。んなもんじゃねえって。だけど恋する二人はそういうのごまかすのめちゃくちゃうまいよ。そして二人は私に気を使って知らんぷりしてくれてるんだけど、家に帰ると携帯で語り合ってるんだ。今日のあの時のゆかりおかしかったよね。するな。あんたまで混乱しないで。どういうことだよサツキ。いくら身内だからって言っていい冗談と悪い冗談があるぞ。ごめん。ほらうちさ、両親が心配性でね、というか気を使う人でさ、それはありがたいんだけど、仕送りの額とか少ないんじゃないか、楽しい生活を送れてるのかっていちいち聞いてくれるからさ。何エンジョイしてるわよ、だって彼氏だっているしとかなんとか言っちゃっててさ。普通逆じゃないの。ゆかりの言う通りだ。悪い虫がついてないが心配になるところだろう。うちほら女兄弟だから、お父さん息子が早く欲しいのね。話が飛躍しすぎだ。しかしお前安直な嘘つくな。ってことでほら、この場はこの場はってなんだよ。あ、お前まさか俺に彼氏役をやれとか言うんじゃねえだろうな。それあなた彼氏、私彼女。ダメだよそんなの、嘘はダメ。だってしょうがないじゃん。ここで嘘ついてたのがバレたら国の両親が心配しちゃって、私実家帰んなきゃいけなくなるかもしれないよ。それでもいいの？困るってわけじゃねえけどさ。というかそんな芝居やり遂げる自信なんかないよ。
丈夫。ふみね、ああ見えても素直な田舎の子だから大丈夫。絶対あんた面はそこそこいいから絶対ごまかせるって。お願いお願いお願い。あ、引き受けてくれたらね、とびっきりのスペシャルディナー作ってあげる。の、それは魅力的な提案。しかしな、メイド服着て求人もするよ。んなもん付加価値になるか、バカ。ああ、そんなこと言うけど、私のメイド服、結構いい感じだよ。えらい自信だな。なんたって本場イギリス製。服そのものは比較的どうでもいいんだ。しょうがねえな、一肌脱ぐか。おーい、ふみつきちゃん。はい。私が先ほどご紹介に預かりましたさつきの彼氏の那須総一でございまする。はい、先ほどご紹介してもらいました。で、こちらがもうすでによくご存知かもしれませんが、私の彼女にあたります湯浅さつきでございますです。はい、もうすでによくご存知です。ちょっと総一、そんな大声出さなくていいよ。何を恥ずかしがってるんだ。俺とお前は彼氏と彼女だろ。だからいいから。照れるなよ、おてんば。もう、意地悪。うひょー、イチャイチャでござりまするの。無論だ。なんたって二人は恋人同士。普段からこんなことばっかりやってるからな。うひょ、こんなことばっかりですか、お姉ちゃん。まあ。昼も夜もな。総一、なんと、デイ&ナイト&ナイト&デイ？ Yes, of course!君が思うよりきっと。むひゅーと、都会はすごかところですたい。お姉ちゃんかっこいい。まあね、シチガーだよ。もうものすごいシチガー。スーパーシチガーになってるなんて思わなかった。お姉ちゃんだってもう都会生活2年目だもん。すっごいシチガーだよ。ゆかり？多分シティガールのことじゃないかな。総一さんもかっこいい。そう？ありがとう。俺もお姉さんみたいな素敵な人と素敵な関係になれて、俺自身、俺ってかっこいいって思うことが時々あるよ。で、結納はいつ？はい。売借人は大使のおじさん？みなべのおばさん？そうね、大使のおじさん用途なくから、披露宴考えるとみなべのおばさんかな。話が飛躍しすぎると言うとるだろうが。さつきちゃん、
でね。ゆかり、あのな。ああ、人前式の予定だから式と披露宴一緒だよ。お前も。あれ、総一、人前式は嫌？およそ一生に一回のことだからな。やっぱり南の島で二人っきりのチャペルウェディングかな。新婦にオプション料金がかからないようなね。あ、そいつさん、あのね、串本の先に大島っていう島があるんです。確かに南の島だが、オプション料金が。大島だとお料理いつも食べてるのになっちゃうな。それつまんないな。さつきちゃんの手作りお料理の並ぶ披露宴もいいかもね。時はプロに責任押し付けちゃうのがいいのよ。ああいう時に新婦の手作りでございますっての恥ずかしくてイボイボが出ちゃう。そうだ、じゃあお母さんに作ってもらうといいんだよ。だって総一に私の料理よりお母さんの料理の方が美味しいとか言われちゃ傷つくじゃん私。ロンダ、イエーイ。じゃあ俺もふみつきちゃんのことをふみちゃんって呼んでいいかな。もちろんドロンです。よし、ふみちゃん。お兄ちゃん。ふみちゃん。お兄ちゃん。ははよし、いい子いい子。お兄ちゃん。よし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 、よし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 。ちゃん、子猫もいいけど、どっちかっていうと子犬かもしれないな。そうですか。じゃあ、あ、いいね。実にいい。子犬決定。ちょ、何変なことしてんの。こら、離れなさい、ふみ。総一くん、ここは学校だよ。そんなアレンジが。知らん。何も聞こえん。ふみちゃんの声以外何も。お兄ちゃん大変だよ。お姉ちゃんとゆかりお姉ちゃんが焼いてるよ。焼いてなんかない。いや、焼いてなんかません。ん、それは実に大変だな。ふみちゃん、ふみつき合わせて資格関係だよ。
いや待て、ひみちゃん、これは視覚関係とは言わん。俺が一方的にモテモテなわけだから、それはつまり…モテてない。違います。わかった、ハーレムだ。ノンノン、その響きも捨てがたいが、むしろ俺にとっては天国、そうすなわちパラダイス。何微妙に息合ってんのよ、こら。いい加減離れろ。離れなさい、高速違反ですよ。ありゃりゃ、修行か。もっとお兄ちゃんに撫でられていたいよ。お兄ちゃんももっと撫でていたかったぞ。残念だがしょうがないな。ほら、行くよ、総一。行きましょう、総一くん。待て、ふみちゃん、この後どうするんだ。ああ、そういや、そうね、あんたどうするつもり。何も考えてなかった。やれやれ。じゃあ、放課後にでも一緒に町へ行きましょうか。お願いできますれば。やっほーい。じゃあ、6限が終わった頃に図書館ででも待っててもらおうか。それがいいね。制服着てるから司書さんも何も言わないと。そうそう、そういや、あんたその制服どこで手に入れたのよ。あれ、これお姉ちゃんのだよ、覚えてない。え、あ、これと暴れて破いて縫っといてって送った分だっけ。あんたよくそんなの見つけてくるわね。ふみはそういうのが得意なのです。じゃねえか。外から見りゃそうかもしんないけど、危なっかしくてしょうがないよ。鉄砲玉みたい。ま、あんないい子が妹になるなんて、俺はなんて幸せ者なんだろう。さて、授業だ。行こうぜ、マイハニー。調子乗ってんじゃないわよ。焼いてたくせに。焼いてなんかない。さっきはごめんね、総一。いや、別に謝らなくても。俺こそちょっと調子に乗りすぎてたんじゃないか。
そこは、そんなことないよ、だろ。私には何したっていいけど、トゥミは田舎の純真な子供なんだから。って、ソウイチのせいじゃないね。ごめん。いや、だから別にいいけどさ。なんだお前、妹のことになるとやけに姉貴風だな。正直、こんなにお姉ちゃんだとは思わなかったぜ。私ほら、自分の勝手で下宿させてもらってるでしょ。うちね、前も言ったっけ、ちょいゴタゴタしてて、クミンにその分家事とか負担させてるかと思うと、やっぱちょっと負い目があるわけよ。そんなもんかね。くだんないことに付き合わせてごめん。なんだけど、ついでにもう一つお願いがあるの。なんだよ。あのね、踏みつきがなぜこっちへ来たか、それとなく探ってくれないかな。なぜも何も、観光か遊びなんじゃないのか。てかお前が聞くのが一番手っ取り早いじゃねえか。連絡もよこさずいきなりだよ。私思うに、お前の様子でも探りに来たってわけか。そう、場合によっては連れ戻すとか。探られてまずいことしてるわけでもないだろ。いいじゃないか、全部見せる。まあそうなんだけどね、より一層実家を安心させたいわけよ。ま、わかった。チャンス見繕ってその辺のことをそれとなく聞いてみる。サンキュー総一、恩に切る。あと芝居も適度に頑張って。もちろんだ。明日の朝は2人でモーニングブレンドな。シーツまとったままの半裸でイチャつきながら。そこまでせんでええ。あ、そういう甘いのはお好きじゃない。あたしはあれよ、そういう人ができてもそんなこと絶対しない。きっとお互いのリズムを尊重して、いい距離感で素敵なお付き合いですよ。何ら具体的イメージが浮かばんが。